徳島の豊かな自然が育み、農家さんが丹精込めて作った旬の野菜や果物、おいしくいただきます。 J 協会プレゼンツ、えりちゃん野菜でクッキング。香水、豊水、新高などさまざまな品種が育てられている徳島の梨は10月下旬まで楽しめます。今日はですね、梨を肉で巻きます。肉で巻く、はい、ちょっとさすがに合わなそうなんですけど。いやいや、もう心配ご無用です。ご無用ですか。ご無用です。材料です。梨を巻くのは豚バラスライス。心配ご無用の組み合わせなんだとか。まずは梨を切っていきます。4等分にして芯を取り、皮を剥きます。切ってるそばから果汁がね、溢れ出してますね。暑いので冷房生活でね、ちょっとこうむくんでたりする方をね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。あの梨にね、含まれるあのカリウムなんですけれども、うん、むくみ防止になるんですよね。夏にね、うん、食べたい果物の一つですね。そうですね。このままこうね、うん、食べちゃいたい。そのまま美味しいよね。ダメです。はい、肉で巻きますので。肉で巻くのか。肉で巻く梨は2分の1個分を使います。6等分に串型に切ります。で、巻く用じゃない方は何に使うんですか。これはですね、肉巻きのソースになるんですね。すごいな。ソースにする残りの2分の1個は適当な大きさに切ってすりおろします。大根おろしですよね。梨を肉で巻いていきます。巻いちゃうのか。豚バラスライスを梨に巻きつけ、塩コショウします。梨に塩コショウをしてしまった。納得いってないですね。そうですね。心配ご無用なんで。心配ご無用ですか。はい、はい、うちの息子がね、叫んだんですよ。ほう、うまいって、うまいって。そうなんですよ。それぐらいの、はい、自信作。はい、そうなんです。あ、塩コショウしたら小麦粉を薄くまぶします。油を引いたフライパンに梨の肉巻きを入れます。豚肉がカリッとするまで強火で全ての面をしっかりと焼いていきます。豚肉にはあの鉄分だったりとかビタミン B1 がね、たくさん含まれてるんですけれども、うん、梨と合わせることでよりあの吸収率をね、良くしてくれるんですね。豚肉がカリッと焼けたら蓋をして中火でおよそ4分蒸し焼きにします。開けてみましょうか。うわ、いい香りしますね。豚肉の香りだけでなくて、はいはい、ちょっとこう爽やかな香りがするのが、はい、梨の香りなんですか。そうなんですよ。焼き上がった肉巻きを取り出したらソース作りです。フライパンの余分な油を拭いて、すりおろした梨と生姜、醤油、お酒を入れて中火で加熱します。沸騰したら梨のソースの出来上がり。梨のソースを肉巻きにかけてパセリを振りかけると、梨の豚肉巻きの完成です。肉汁を吸った梨はほんのりとろけて新食感に。フルーティーな梨のソースと豚肉の相性は意外にも抜群。この感動をぜひお試しあれ。梨は半分を肉巻きに、そして半分はソースに使います。豚バラ肉カリッカリに焼いて食感楽しんでくださいね。